ジャパンバーテンダースクールの校長の坪井です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は7月の31日、月末ですね。私は昨日ですね、京都に移動しまして、1週間ほど京都に滞在をして、京都にあるクラフトクラブっていうね、こうバーのカウンターにこう立ちながら、あとは、まあ、日中はいろいろと、こう、仕事をしな、こっちでね、パソコンで仕事をしながらっていうふうな、そういうふうな生活を、こうしていきたいと思います。ね、撮影してるのもね、こう、京都の、まあ、自宅というか、本当に小さい部屋を借りて、まあ、寝るだけなんで、なんですけど、まあ、だんだん、こう、家具とかもね、まあ、以前の動画にもちょっと投稿したんですけど、何もない、こう、状況のところからですね、まあ、テーブルが届いて、あとは、まあ、そっちのね、裏の方には、ね、こう、くつろぐ椅子があったりとか、そういうふうな状況に、だんだん、まあ、人が生活するような、あれに、状況にですね、こう、整ってきました。今日はね、何をちょっとお話しようかなと思っていたんですけれども、バーテンダー大学について少しお話をしたいと思います。結構ご質問多くて、で、実際に会いに来ていただいて、まあ、そのバテンダ大学って何ですかみたいな、そういうふうなのをね、こう聞いていただく方もいますし、まあ、いろいろメッセージでね、こう問い合わせが結構あるので、バーテンダー大学という、まあ、オンラインサロンもスタートして、まあ、4ヶ月ぐらい経ちますので、なんとなくこう、状況が分かってきましたので、まあ、ここらで一度、どういう活動を最近してますよっていうのをね、こうちょっとお話したいと思います。ですね、まずは一番大きいのは、まあ、私からのこう情報配信っていうのはね、結構、しますね。例えばオリジナルカクテルのこう私がね考えたオリジナルカクテルのレシピをこう公開していたりとか、あとは作り方ですね、本当に細かいコツのところまで、まあ、当然 YouTube でも配信はしてるんですけれども、まあ、YouTube っていうとこう万人の方にねやはり受け入れられるっていうふうな、そういうふうなイメージなので、まあそういうとこから一歩二歩踏み込んだような感じですかね。例えばこういうコンセプトのお店なんで、まあ、こういう風な作り方をレシピをしてますっていうのをね、まあ、極端な話ミリ単位でこれは何グラム、これは何ミリみたいな感じでこうお伝えをしていたりしますね。まあ、それが一つですかね。あとは技術的なことも結構ね、バーテンダー大学のメンバーの方が投稿していただいて、例えば技術的なこと見てくださいみたいな感じでね投稿していただくこともあるの でそういうのをこう見てこう割とアンサー動画みたいなね、そういうのをこう上げて、ちょっとここが気になりますんでみたいな、でそれをこうバーテンダー大学 そのメンバーの方たちが、まあ、基本全員見てますので、見てて、ああなるほど、こういうねポイントはあこういうふうに直した方がいいんだなみたいなね、そういうふうなことをしていたりします。であとはですね、先日ちょっと1回目終わったんですけれども、そのオンラインで のカクテルのコンペティションみたいなこともねやっています。この間ねバーテンダー大学カップっていうふうに言って第1回目が終わったんですけれども、ですね、まあ参加者の2つの部門に分かれてまして、まあバーテンダー大学にはこうバーテンダーの方もいますし、あとは、バーテンダー以外の職業の方もやっぱり結構いるんですね。まあ、半分 60% ぐらいバーテンダーで 40% ぐらいはバーテンダーじゃない方っていう風なイメージなので、ですから部門2つに分けまして、バーテンダー部門っていうのは、けれども実際作ってる状況をですねこう動画で撮っていただいて、でそれを公開していただくっていう風な、投稿していただくっていうことですね。でそれをまあ審査するっていう風なことです。で一般の方っていうのはそのレシピだけなんですね。そのカクテルの名前とか、あとはコンセプトとか、まあ、レシピ当然そうですけれども、そういったもの、あとは写真、カクテルの写真ですね、そういうのを投稿してもらって、まあ同じ日に投稿するって感じですね。まあ2日間ぐらいあるんですけど、この日かこの日に投稿してくださいっていうね、そういう期間を設けて、で投稿したものに対して、まあ、審査をするっていうふうな感じですね。で、まあ、この間第1回目が終わったばかりなんですけれども、ちゃんとね優勝した部門ごとの優勝した人にはメダルとか記念品とかそういったものもありますね。あとはね1個大きいトロフィーを、まあ、今作ってる最中なんですけれども、そこにですね歴代の優勝者のこう何て言うんですかね、名前がこう
ずっと書いていくっていう風なね、そんなような感じで、まあオンライン上で、まあ、楽しめることですね、そういったことをやっています。まあ情報の配信と、あとは参加型っていう風なね、そんなような感じでしょうか。あとはオフライン、要はその対面でのコミュニティっていうのもね、まあ当初もっと早くやりたかったんですけれども、まあ新型コロナウイルスのね問題が、まあ、最近はねまたちょっと大きくなってきちゃったんで、まあまたちょっと考えないといけないなとは思っているんですけれども、ですね、私の方に結構ねいろんな会社の方から依頼があるんですね。要は飲食店のコンサルタントっていうのもまあ普通にたくさんやっておりますし、で今回の案件はすごく面白くて、キャンプ場ですね。キャンプ場でこう週末だけこうバーをカクテルを飲めるこう状況にしたいっていう風なね、そういう風な依頼がありました。で、まあ、そこを、まあ、私の会社のねこうスタッフでやっぱり運営はするんで、基本運営はするんですけれども、まあ、せっかくなんでそのバーテンダー大学の皆さん、特に週末にね参加できるっていう人は一般の仕事をされている方がほとんどなんですね。ですから、まあ、バーテンダーではないんだけれども、週末だけ、まあ、こうキャンプ場に来てる方たちにこうカクテルをこう作る、まあ、初めはお手伝いから入って、まあ、そのうちこうカクテルを作ってもらうっていうのもね、こうやりながら、でそして、キャンプ場に一泊して、ね、自然の中でこうゆったり過ごしていただくっていう風なね、まあ、あとはそのキャンプでのキャンプ場でのこうバーっていうのをより良いものにしていくためにこうみんなでこう意見を出し合っていただきたいなっていう風なね、まあ、キャンプ場のバー運営っていうのはもうすでに始まってるんですけれども、これから、まあ、コロナの状況とかをねこう考えながらバーテンダー大学の皆さんにも少しこう参加をしていただいて、まあ、より良いものにしていこうみたいなね、まあ、そういう風な、あとはまあ当初予定していたのが軽いの飲み会って言ったらおかしいですけど、まあ、集まっていただいて、私がいろんなところでお店もね、自分のお店もありますし、コンサルタントしてるお店もあるので、いろいろなところにこう集まってもらって、皆さんにこうカクテルをこう作ってもらって、でそれをみんなでこう飲もうよみたいなね、そういうことも、まあ、やろうかなとは思っていたんですけれども、まあ、その辺はね今のところなくても、まあ、こうオンライン上だけでですね、さまざまなこう催し物っていうかね、そういうふうなことをやってるっていうことです。 YouTube のこちらの動画の中でもたまにねこうバーテンダー大学のこうインフォメーションの動画が流れるんで、まあ、それに対してバーテンダー大学って何ですかみたいなねこうご質問が結構ありましたので、今回は動画を撮らせていただきました。今説明したのはバーテンダー大学の A コースっていう、まあ、ベーシックなね方のグループの話なんですけれども、 S コースっていうのもあって、これはねもう割と特化してて、飲食店の、まあ、コンサルタントみたいなものをこうオンライン上でやるっていう風なことと、あとはそのバーテンダースクール的なものをオンライン上でやるっていう風な感じですね。まあ、バーテンダースクールでの、座学の授業っていうのを普段やってるんですけれども、バーテンダースクールでねやってるんですけれども、それを動画に取り留めてるんですね、講義内容を。なんか予備校のねそういうなんか衛星予備校みたいなのあるじゃないですか、そのビデオで授業を受けるみたいな、動画で授業を受けるみたいなね、そういったものに近いかもしれないですね。でそういうものを公開していたりとか、であとは、時間を決めてこう、まあ、30分単位ぐらいなんですけれども、実際にこう例えばご自宅とか、まあ、お店でもいいんですが、お店のこういうところでこうご自分でシェイカーとかね、そういうのをこう用意していただいておいて、まあこう今はね Zoom とか、あとはね、Facebook のメッセンジャーとか、あとは、LINE とかでも動画はね結構こう普通にこうできるようになってますんで、それをこう撮っていただきながら、まあ、リアルタイムでねこうバーテンダーのこう授業をする、技術的な授業をするっていうことも割とやっています。はい、ですから、まあ、その A コースっていうのはこのベーシックな、まあ、バーテンダーコミュニティっていう風なね、そっちの方が、まあ、断然こう参加者多いんですけれども、 S コースっていうのは、まあ、登録していただいてはいるんですけども、そのマンツーマンでこう授業をするとかコンサルタントをするとかっていうのがまあメインで、で、それはまあ個別に割とやり取りをするっていうのがね多いんですけれども、そういう風にしております。で、数ヶ月経ってね、その S コースの方は数ヶ月経って、まあもう落ち着いたなっていうことになれば、まあ A コースだけに移動してくださいみたいな、そういうふうなのをこう促しているっていうふうな感じですね。ですから集中的にこう勉強したいっていう人は S コースに入っていただい
って勉強がある程度落ち着いたら、まあ、ベーシックなコースにこう移動していただくっていうふうな、そういうふうな流れでね、2つのコースでやっております。今こういうね、こう新型コロナウイルスもそうですけれども、人がなかなかたくさん移動するっていう時代ではなくなってきたので、ですから、まあ、こういうオンラインを通じて、まあ、いろいろなこう場のコミュニティであったりとか、あとは勉強になるこうオンライン上でのこうスクールコンサルタント的なね、そういうふうな意味合いでこのバーテンダー大学っていうのを、まあ、あの稼働というか運営してるっていうふうな状況です。まあ、今日は、たくさん あのご質問がね、バーテンダー大学謎だみたいなね、そういうご質問がありましたので、まあ、少しお答えする動画を撮らせていただきました。まあ、告知っていうかね、説明のような動画にですね、まあ、お付き合いいただきましてありがとうございます。また、今後ともカクテルを作る動画とか、あとはね、おつまみとかもね、これから増やしていきたいなと思うんですね。こう、宅飲み需要っていうのがね、多分こう増えると思いますので、カクテルとかウイスキーとかそういう説明ではだけではなくて、それに合うお料理とか、ね、そういうのも私が普段作ってるものであったりとかね、そういうものをご提案したいなと思っています。それでは本日もご視聴ありがとうございました。